鎌倉の県庁地です。神社ソムリエの佐々木優太です。よろしくお願いします。お願いします。来ております。全国北は北海道から南は沖縄まで1万数千社巡っております。前回の動画では境内をぐるっと回って建長寺の歴史、禅の文化などなどたっぷりご紹介しました。今回は神社ソムリエさんだからこそぜひご紹介したい神社？お寺？一緒になってる？建長寺で一番見晴らしのいい穴場へご案内いたします。だいぶね歩きましたよ、10分ぐらい。結構ここでも割と登ってきたなっていう感じがあるんですけど、はい、そろそろですか？はい、やっとスタートラインです。やっとスタートライン、やっとスタートラインです。ここから大丈夫ですか？いやもうちょっともう危ないって何？いやマスクして、はい、この天気で、はい、暑いですね。もう僕割とこの下びっちょびちょです来ましたよ、もうそんなこと言ってるうちに。あ、だからここゴールでしょ？え、違いますよ。嘘さん、はい、頑張ってくださいよ。頑張ります。ここにすごい景色が待ってるんですよ、この先に。行く、じゃあ行きます。はい、その名もこちら見てください。はい、はい、半僧坊大権現、通称半僧坊という場所にやってきました。もう意味は、まあ、半僧坊という、まあ、神様、その方をお祭りしている場所で、建長寺の鎮守と言われていまして、建長寺を守る方がここにお祭りされてるんですよ。はい、もうヘトヘトで聞けてないじゃないですか。いやだって今から登るでしょ。割と来たけどね、この坂道。もうまだまだですよ、足腰ちょっと鍛えてみてください。キケモキモ間に合えるでしょ。もうキケモノ好きで鍛えてみてください。わかりました、行ってきます。行ってきます。さよなら。あ、狛犬、あ、やはりお似合いですね、狛犬が。あのお寺来て、はい、狛犬で鳥居見えてますけどね。そうなんですよ、ちょっと不思議ですよね、うん、ここが半僧坊大権現という、ま、うん、神様を祀りする場所っていうことで、はい、鳥居があって神社のような、ま、しつらいがしてあるんですね。なんか今回のねコラボさせてもらってますけどね、はい、神仏集合みたいなね、みたいななってますけど、いよいよそんな感じになってまいりました。はい、お参りしていきます。行きますか。今走らせちゃったからもういや鍛えたんですよ。鍛えられました。行きましょう行きましょう行きましょう。半僧坊大権現っていうのは、はい、まるで天狗のような見た目をした神様でございまして、うん、おいおい、その方っていうのはもうご利益で言うと海難を逃れてくれるという神様なんですね。海難を逃れてくれる、そうですね、とある、お坊さんがいました。それが、後醍醐天皇の息子さんがお坊さんになられて中国に勉強しに行ったんですよ、留学して。 その際に日本に帰ってくるときに、うん、こう海でこうナンパしそうになったんですね、うん、その時に突然現れた外国人風の老人が突然現れて守ってくれたんですよ。でその方のおかげで無事日本に帰ってくることができました。その守ってくれた外国人風の老人、外国人風のおっちゃんが半蔵坊という神様なんですね。いや神様でしょうね。神様ちゃうかったらその海の真ん中で何やってたんだ話だから外国人風のおっさん海の真ん中で何やってたんだ。そうなんですよ。そのむしろその人を助けたちゃうか説が出てくるから逆に、ね、拾い上げてあげたみたいな。でも神様やったから、はい、ナンパしそうになった時に助けてくれたんですね、はい、そうなんです。 でそのままその半蔵坊、まあ、まだその時は名前は違ったんですけども、うん、外国人風のおっちゃんが、うん、留学したねその後醍醐天皇の息子さんが浜松、静岡県浜松でお寺を開くんですね。おその時に俺も弟子にしてくれって言って強引に弟子になったんですよ。おその時に、その半蔵坊大、あ、その半蔵坊大権現さんはずっと横にいらっしゃってご飯を作ったり薪を割ったりしているので、ご飯の飯の僧侶と書いて お前半蔵だな半蔵だなって言われて半蔵坊と言われるようになった。はあ、そういうこと。はい、なんです。まあ諸説ありまして、もう一個の説は、あの外国人風のおっちゃんだったんで、お坊さんみたいな格好をしてるけど お坊さんじゃないよくわかんないおっちゃんだったわけですよ。ややこしいなだからお前、半ば僧侶みたいだなって言われて、我半分僧侶半僧なりって言って、半僧と自分から名乗り始めたっていう、まあ、諸説あるっていうので、そっちを押すね僕は後半にします、ね
半ば僧侶ということで、ね、半ば僧侶、はい、でその方が浜松にいらっしゃって、うん、まあ、ここ建長寺は鎌倉時代からのお寺ですけども、最近になって明治時代、その方の霊験があまりに新たかで、はいはい、搬送後信仰というのが明治時代に流行りまして、で建長寺の住職もぜひ建長寺を守る存在として搬送後をお迎えしようということで大津市になって、ここ境内でいうと一番奥じゃないですか。そう、建長寺の一番奥のところにこのお寺を守ってくださる神様をお迎えしようということでこの搬送棒が出来上がりました。はい、まあ、一番大切っていうことでもないけど、まあ、守っているということで一番奥なんですね。そうなんです。だから一般人からしたらやっぱ一番奥が一番なんかね、うん、なんかありそうですよね。これ行ってみないとダメですね。はい、ということでもう見てください、もう階段来てるやん。とんでもない階段の数ですよ。よし、行きましょう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 、お願いします、もう部活です、部活やんこれもう。搬送坊さんは海守りから発生してとっても強く何でも守ってくださるということで、はい、日よけもどうだし、家内安全もそうだし、健康もそうだし、何でもあり、もう何でも何でもあり、何でも守ってくださるっていうのがこの方、うん、いや息切れてきてるやん。だから危ないでって言ったらマスクしながらやし、いやいや結構いい天気やし、いやでも景色急に変わってきた、すごい。俺の予想ではもうこの階段登ったとこにあるかな。そうだといいですね。はい、行きましょう。とりあえず、青を伏せて。どこ？中間地点です。嘘。まだまだありますよ。ここって言ったよ。まだあった、ありましたね。え、全部？全部行く？あ、ちょっと飲みすぎ、飲みっぷり最高ですけど。いや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 。なるほど。来ましたよ。佐々木さん。佐々木さん。まあ、頑張りました。ちょっと見てください、この景色。え、めっちゃ天狗いるやん。そう、めっちゃいるやん。めっちゃ天狗がいるのが搬送棒です。そう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 、あの人めっちゃ気になるね。こんにちはって言う。このたくさんいる天狗は搬送棒大権現の眷属、使いの者たちなんです。搬送坊さんっていうさっき伝えた異国風のご老人が助けたお坊さんが亡くなった時に、うん、一緒に俺はお寺をみんなを守るよって宣言しながら姿を消しちゃったんですよ。たまに笛の音とか、たまにこうシュッシュッと見切れたりとかするけど、あの人の姿が見えないと、見たいってなった時に物資の方にちょっとあの方の姿掘ってくださいとお願いしたんですね。ただその掘る側の頼まれた人もいいけど、どんな見た目かちょっと分かんないな。確かにもう人伝いになってるから。そうなんですよ。って時に半蔵坊さんが夢枕に現れて、俺は猿田彦のようだって言ったんですよ。猿田彦って何ですか？猿田彦はね、あの導きの神様で、はい、天から神様のね、天のグループの神様が降りてくる時に中間地点で待ってて、はい、ほんなら案内しますって言った導きの神様やねんけど、はい、中間地点にいたけど遠くから見ても分かるぐらいギンギンの目やった、鼻が高かった、身長バカでかいわっていう容姿が結構ね、日本の神様って姿形は書かれてないですけど、割と猿田彦は容姿が書かれてる神様です。へー。で、まあ、その形があの鼻が高いとか目ギンギンやっていうのが天狗とちょっと似てるねって言われてるのが猿田彦です。おお、じゃあまさにその猿田彦のようだって搬送棒が自分で言ったんですよ。自分で言ったよ。自分で似た目は猿田彦ですって言ったんですよ。なので、ああじゃあ猿田彦さんだな、で天狗、そこから多分猿田彦さんがまるで天狗のような姿っていうことで、うん、そう天狗っぽくなったっていうね。でだんだん形が作られていったんや。最初は分からんかった物資の人が、はい、っていうことで搬送坊さんとその使いの者である天狗様がたくさんいらっしゃるのが
建長寺の半僧帽なんですね。二人とも汗吹き出してるよ、ね、今年初じゃないこれ。こんなね、暑いっす。吹き出してるよ、はい、ここはハイキングコースとしても人気で、やっぱり、まあ、そうですよね、はい、たくさんの方が歩いてらっしゃるもんね。そうなんです、この上に平原のハイキングコースっていうのハイキングコースの入り口の山でもあるんですね。あ、まだあるんや。ハイキングに行ってはまだ行くんですね。まだ行きます。これ最後の最後、これはこれが本当に最後です。わかりました。こうやって登ったりとかする。それじゃあこちら半蔵の大権現さん、ありがとうございます。半蔵坊さんの姿と言われてまして、これでもね、神社にあったら猿田彦さんやっていう感じの風貌。本当ですか、はい、やっぱ猿田彦さんっていう姿をそのままモデルにしていらっしゃるってことですね。なるほどね。本当に汗が滴っております。滴って大丈夫ですか。よいしょよいしょ。この景色ですよ。あ、これ鎌倉の海。海です、見えます。鎌倉の海です。わー、綺麗わ。はい、ですよ。あ、ありがたいわ。守ってます、守ってもらってます。鎌倉で海見えるぐらいまでのとこ登ってきたってことですよね、はい、そうですそうです。結構海岸線までは距離ありますからね。びちゃびちゃもびちゃびちゃなんで、うん、ちょっと休憩がてら、はい、こちら今日特別に上げさせていただけるんですよ。え、中にいいですか、はい、建物。ちょっとこの中でも私はお見せしたいものありますので入っていきましょう。まだある。そうなんです、楽しみやな、はい、ここからは YouTube 初公開、特別にこの建長寺を作った伝説の禅の僧侶蘭渓道隆さんが座禅をしていたと言われる洞窟を見せていただきます。で、今あそこが、座禅組まれてたってところで座禅窟見せ、あ、みょうとくさん、どうも、こんにちは。そっち行っちゃったんですか。すごい、あの裏若き乙女が普通に崖登って行ってたけど。みほとけさん、ちょっとお伝えしていただいていいですか。僕ら、あの、はい、普通に岩に開いた穴を覗いてる女の人見せられてるんですけど。違いますよ、ここは、うん、座禅窟と言って、はい、大学禅師蘭渓道隆さんがここで座禅をしてたと言われている穴です。嘘、すごいとこ行かせていただいてるじゃないですか。すごい、まさか入らせていただけると思わなかったんですけども、あの奥の、まあ、後ろの高い方にいらっしゃるのが大学禅師の蘭渓道隆さんの、石像ですね。はい、はい、もうかなり古いですかね。とっても姿が、あの、風化していらっしゃるんですけども。あら、まあ、そこに今行かせていただいてるんですか。はい、そうなんです。ここ場所がいいですよね。もう建長寺の一番奥で。そうか、一直線や。一直線で、さっきの伽藍配置の一直線がまさにここの座禅窟に繋がってるっていう。はあ、そういうこと。はい、ありがたいです。すごくレアなところ、ありがとうございます。イエーイ盛り上がってるね。いや、本当このところ来られると思わなくてすごいです。いやー、建長寺を味わい尽くしました。ありがとうございます。じゃあ戻ります。はいはい、気をつけて。ありがとうございます。大丈夫大丈夫。日本掲げたじゃ難かったかもしれないですねって思うでしょ、はい、俺余裕で行くから。俺はそうだそうだ、体感えぐいですもんね。体感えぐいですから。いやいや、本当気をつけてください、下りが特に。はい、下りが特に危ない、危ない。声だけ聞こえて、まあ、貴重な体験させていただいたということですね。素晴らしい。ありがとうございます。よかったですね。そうです、めっちゃ満足げな顔してますけど。光栄です。こんなところ入らせていただけるなんて、本当今日のこの機会がなかったら見せていただけなかったので、うん、いや、大学禅師が座禅したなっていうね、うん、歴史感じますね。めっちゃ興奮しますね。だってそんな昔のね、歴史ある、ね、はい、方が座禅組んでたとこなかなか行けないですよ。なかなか行けないですよ。特別にでしょ。特別にです。はあ、ありがたいです、はい。
ということで、はい、記念すべきコラボでやらせていただきました、うん、今日はありがとうございます。ありがとうございます。宮崎さん、権現ってどういう意味かご存知ですか？権現詳しくは分からないです。あの、もともとその日本の神様っていうのは姿形が見えないんです、はい、その時に仏教が大陸から、うん、半島から入ってきた時に姿形がありますから、仏さんっていうのは、うわなんて素晴らしいんだと。そうかって、仏さんは姿形は今来てくれたけど、その前から中身、目に見えない、部分っていうのが日本には最初から風なり水なり太陽なりで宿っていたんだっていう考えがあって、それが合体するっていう意味だ。姿がないものと姿があるもの、仮の姿を表すという意味が権現なんですよ。はー、だから仏教の仏様と神社の神様のちょうど中間、まあ、もしくは両方のいいとこ取りした状態を権現って言うんですね。はー、だからつまり今日のコラボ、はい、まあ、御仏さんお寺回ってらっしゃって仏像ねたくさん見てらっしゃって、僕神社ソムリエで神社たくさん巡らせていただいてますけど、権現なんですよ今日。権現なんですね。そうで、僕ちょっと気づいたんですけど、はい、僕今日ね詳しく教えていただいて、今ちょうど半僧帽じゃないですか。確かに半僧帽大権現です。今まさにここが合体した場所で、はい、ちょうどいい場所でしたね。僕のチャンネルの方でも、はい、ちょっと御仏さんに出ていただいて、はい、でそういうなんていうんですか、御仏さんなりのコメント、御仏さんだから言っていただけるような神社への視点みたいなのをちょっと伺っていきたいと思いますんで、はい、ぜひこれからよろしくお願いします。この後行くんですよね、はい、とにかく、まあ、このねチャンネル見てくださってる皆さん、はい、遠からず、神社にも興味持っていただいてるかなと思うんですけれども、ぜひ御仏さんにもコラボで出ていただいております、神社ソムリエのあやかりチャンネル、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。お願いします。御仏でした。神社ソムリエの佐々木裕太でした。ナムー。ナムー、はい、ありがとうございます。